はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説ではヴィーナスの大都会からやっていきましょう。まあ、この街はね結構広いんで、まあ、人の話を聞きながら回っていきますか。美しいものだけがこの街に住むことができる。見て見て美しいでしょ。わからんいまいちわかんないね、顔が。じゃあちょっとこっちの方で、右側にイベントポイントがあって、酒場ちょっと覗いてみますか。で、宿屋でしょ。で、こっちは多分倉庫で2階か。あなたは飲みすぎになられますかなんだそれ。はい、飲みすぎる方には飲ませるわけにはいきません。いいえ、それは結構、それだけで。ジュークボックスの三味線の人ももういないし、なんもねえな、誰もいない。じゃあこっちのイベントの方行きますか。どうも最近地震が多い。ほらまただ、お助け、イベント発生。ふう、収まったか。地震に関係するロマンチックな話って知らない？なんだよ地震に関するロマンチックって。もう地震の段階であんまりロマンチックに発展しなさそうなんだけど。壊れた建物から愛する人を助ける話なら聞いたことがあるわ。それはすごい愛の話だ。二人の愛は深まったに違いない。いや、もっと切羽詰まってんだろう。俺たちも助け合おう。もちろんだ、愛の力は無敵さ。愛人だからね。それが本物の愛かどうかはわからない。で、こっちがヴィーナス様のお許しがないものは倒産。特に何にもないね、他は。で、そう、この街は広いんでね、この前にあるクリスタルみたいなのに触れるとワープできる、いろんなところに。どっか行っちゃったよ、最初のところに来ちゃった。まあ、エレベーター登って中心のところにヴィーナスがいるかな。ヴィーナスの広場、客間。で、ヴィーナス、よく見えないな。あの醜いアシュラを倒したそうね、嬉しいわ。あなた方がこの世界に滞在するのを許しましょう。ただここには秘宝はもうないだけ。帰るか。左側になんか行けるところがあるね、ちょっと行ってみるか。今人がいたな、式場。あ、ここが式場か。なるほどなるほど。こいつ、私はヴィーナス様に仕えているものです。結局さ、みんな仕えてるけどさ、どんだけ給料がいいかだよね。アシュラはブラック層だったからね、マジで愚痴ってたから部下が。あ、人がいる、イベントも発生してんな。あ、アントニー、どうして泣いてるの。あ、なんでもないんです。そう言わずに力になれるかもね。なんで水知らずのさ、こんな怪しいやつらにさ話さなきゃいけねえんだよ。幼なじみのアントニーが町を追放された。熱病で足が不自由になった。足が不自由だと町を追放。結構ひどいな、ヴィーナスも。こいつは悪魔。ふふ、俺がオリビアと結婚するんだ。アントニーには悪いが、これも運命ってやつだ。強そうではあるけど悪魔でしょ、所詮。でね、外に出たいんだよね、もう大都会の外に。こっちなんかある。
ユアマンがいる。壁の外には汚らしい村があって、そこに汚らしい連中が住んでいるらしいね。その汚らしい町へ行きたい。俺はさっきの警備員のとこかな。ちょっと警備員のところに、ギャッ、エスカレーターを逆走してしまった。ちょっと遅くなるんだよね。でこっちでワープした方が早かったかな。特にお買い物するものは今のところはないから、このまま行きましょう。どうだ、行けるか。お、行ける、空いてる。ヴィーナス様のお許しが出ておる。通ってよろしい。命令伝達は早そうだね。じゃあで今アビリティがテレポートになってるから発掘はできるようにしよう。敵はどうだろう、ここら辺の世界の敵。まあ、適当に接触したら戦っていきますか。どうだ、ちょっとやってみる。さあ来い、チェイン、チェイン。ウェアウルフ、シイタケモドキ、空手か、手榴弾で。ウェアウルフで、ライトサーベル、ちょっと炎炎でまずは一掃しよう。敵の強さがわからんから倒せない。キックは弱い、爪も弱い。愛人の炎、ちょっと弱いな。うお、椎茸もどき、ちょっとか、手榴弾は260前後。ヒットポイント、よし。いやー、やっぱり今のペットは役立つからちょっと変えないでおきたい。で、トレジャーポイントで発掘して。宝箱。電撃鞭。うん、売ろう。金作用。じゃあその汚らしい町へ行きたい。上の方にあるね。さあ入ろう。アントニーの村。汚らしい村じゃないの。汚らしい村の代表アントニー。お前が汚らしいやつか。足が不自由になって壁の中から追放された。でも壁の中の見せかけの世界よりここの方が素晴らしい。壁の中にいるオリビアに会えないことだけが。秘宝の力でもあれば僕も戦えるのに。秘宝の力に頼るのは良くないです。お前が言うな。めちゃくちゃ頼ってんだろ。秘宝の力に目がくらんだ悪人たちをたくさん見てきました。夢ですよ、そんなもの手に入りっこない。でも下水道は古き神々の遺跡だという話を聞いたことがあります。下水がさ、遺跡なの。遺跡を下水にしちゃったのかな。それか宝箱回収していこう。星の砂糖菓子、これはプレゼント用か、いらないな。預けていこう。け、預けらんねあ、預けられたか。預ける施設すらないと思った。で今のところだからこれいらないでしょ。まあ何個、 1,2,3,4,5,6,7 個くらいは空きがあるか。でイベントも見ていきますか。さっき森で気になる匂いがした。え、匂い、はい、ちょっと変わった匂いがしてどうしても気になる。もうメカはなんだ、メカは匂いっていうかセンサーだろう多分。説明しにくいけど、恋をした時にような感じる匂い。なんだそれ。なぜメカ、お前そんなのがわかるんだ。その匂いを調べたら何か見つかるかもしれない。外に出て探してみましょう。新たなトレジャーポイント、謎すぎる。家の中入ろう。アントニーの村、あ、民家か、なんだアントニーの家かと思った。壁の中でヴィーナスの言いなりになるより、ここで生きる、自由に生きる方が素晴らしい。
前もなんか腐った死体になりそうだったけどな。壁の北側に下水道の入り口がある。うん、そこへ行きたいんだよ。とりあえずは。お、ばあさん。アントニーは足が不自由なのによくやってる。何を？なんか仕事してんの、アントニー。じゃあ、その下水の方へ行きましょう。あ、左上。トレジャーポイントは発掘してから行くか。せっかくだし。金塊、金か。金塊もね、種類があるからね。なんか高く売れるやつと安っちいやつ、名前は変わらないから。特にじゃあそこの洞窟だね。入っていこう。追いつかれた。粘土人、ここはちょっと一人一冊でいきますか。ライトサーベル、ブリザードで銀牙。ウェアールがちょっと強い。で、残り2体だから、何もしないミスリルソードのライトサーベルの牙。OK。どうだ？力。よし、力。どんどん上がっていくな。ミスリルソード超強いし。やっぱり人間のね、パラメーターの上がり方がすごい。エスパーと全然違うから。こっちを邪魔しよう。こいつぶっ倒そう。また同じか。だからまずミスリルユミでこいつで、ライトサーベルで粘土人、ブリザードでこいつら。爪でいいか。ライトサーベルはまだちょっとね、ゲッ84な攻撃がなかなかやるな。で、待機、ミスリル、ライト、爪。735。強すぎる。何、粘土人まだ倒せない。てか、ヒットポイントが減っていってる。ライトサーベル。数がある。おお、力。力ばっかり上がんな。ちょっと回復しますか。で、ハイポーションでいこう。数があるからね。で、ここら辺。宝箱。砂糖漬けか。これも、プレゼントアイテムだね。じゃあ、下水道入っていきましょう。地下1階。宝箱が見えるのはいいな。で、なるべくだったらやっぱりチェインで戦いたいので、あ、ほっとこう。逃げろ。で、ちょっと待って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 、宝箱が爆発する可能性があるんで、トラップ解除まずつけよう。で、大丈夫。素早さのもと、よし、いいものをゲットした。これ愛人に使ってあげるか。なかなか上がんないからね。で、このまま行って、ここちょっとチェーンつなげられそうだな。やろう。いけ、ベビードラゴンがいる。ナイト。ちょっと待って、ベビードラゴン手榴弾、ライトサーベルでお化け。そう、ブリザードも一応ベビードラゴン狙っとこう。倒せないか。うわ、寝た。炎がまずいんだよね。大丈夫大丈夫。手榴弾。え、ナイト何した。まあいいか。で、ライトサーベルやって爪。ゲッ当たんね。
ドレインタッチ強い。耐久ゲ、やべ、愛人が死ぬ。やらせはせん。牙にしよう。こんなに苦戦したのに。ベビードラゴンの肉って食ったらどうなる？ちょっと怖いからやめとこう。で、ハイポーションで回復させる。ハイポーションっていくつ回復する？そこまで大きくは回復しない。回復量乗ってたけど、見てなかった。ガチャ。あ、しまった。あぶね。サイコソード。ここは？あ、ここあれか。なんか下水の鍵みたいなのがあるんだよね。ちょっとセーブして。でね、ここはね、ちょっと稼ぎポイントでもあるはず。宿カニ。サンダーがあればよかったのかな。まあ、ミスリルソードでいいやん。で、ライトサーブル。ちょっと一回これでいこう。2、強。ガード。ガード。やるな。しかし、ガードだけだからね。ちょっとミスリルソードはもう一回やる。ブリザード、牙。二つのハサミ。やるな。強い。で、ここで稼ぎができるはず。ヤドカリンの肉食べよう。強いやつに変身してくれ。ヤドカリンの変異種、地震継承。461。あ、下水の鍵を手に入れちゃうのか。で、でね、下水の鍵って捨てられなかったっけ。下水の鍵ゴミ箱にやってアイテム捨てます。これで積んだらどうしよう。そうするともう一回ね、ヤドカニがいるはず。下水の鍵を持ってなければ、ヤドカニがいる。そう、これで一応ヤドカリン狩り。ヤドカリンちょっと強いはずだから、あの三上くつ結構食らったんで、ヤドカリン狩りでステータスを上げられるんで、ちょっとやっていきますか。ライトサービス、一回ライトサービスやろう。で、地獄のハサミ、強そう。伝説の鉱物ですらたやすく切り刻むハサミ。てかサンダー使えんじゃん。266119。痛い。マヒラから大丈夫。似たキルができればまあそれでいいかな。で、あとマヒ詰めでいいやん。ガッ。あれ、ヒットポイントいくつだこいつら。強えぞ。炎で3だ。よし、強い。よし、魔力上がった。やった。素早さも上がったっていう感じで、下水の鍵手に入れて捨てるみたいな。ちょっと少し底上げしたいんで稼ぎます。ここはゴミ箱。ま、とりあえずこんなもんでいいでしょう。やっぱ人間の上がり方が全然エスパーなかなか上がんなかったから、ちょっと諦める。ただ普通に戦闘していきながら。だいぶね、使っちゃってるからね。手榴弾。で、一人一冊。地獄のハサミが普通に強い。あと6回しか使えないけど。558とか。何残ったか、まあ、残ったやつらは普通に行こう。サンダー覚えたからね。麻痺詰めでいいか。しかも早いし、ペット。特殊剣の扱いが上手くなった。熟練度的なの全然気にしてないけど、上がるとどうなんだろう。ケアルの回数が、で、こっち
宝箱はなさそうだからこの部屋に行ってみよう。扉が開く。鍵を開けたっぽいね。ん？ちょっと待って。おお、トラップ解除。からおい、マジかよ。そういうお家？ここはなさそう。あ、稲妻の巻か。ここもなさそう。で、氷の巻。聖なるお守り。マグマ向こう。あ、なるほどね。マグマだけ？マグマとかこの先あったっけ？で、下に行くか。上は何もなさそうだったからね。で、ここも入ろう。ガチャ。トラップは解除する。大丈夫。素早さ。魔力。防御。トラップ。どうせ空っぽでしょ。空っぽ。ひどい。でもまあトラップ解除しないとなんかのダメージとかにはなってたことは確かだからね。で、もういいや、チェンジしよう。ヤドカリンの力。超いっぱいいる。コガネムシとか手榴弾。ライトサーベル。ちょっと待って、あの空手が弱いんで残しとこう。で、サンダーで地獄のハサミでビートルお前を倒す。杖。け、金盗まれて。け、マジか。140円くらいくれてやる。はした金。ブリザードの方が良かったかな。じゃあとはまた一人一冊ずつしていって、まあ蹄でいいや。ちょっとアイジンも本当にちょっと弱い感じがしてきた。しかしアイジンを守るのが俺の役目。サンダー使おう。サンダー。なかなか時間を取られんな。巻き爪やっぱ攻撃力はちょっと弱いね。よし、素早さ。パンチを手に入れた。いらねえ。じゃあ待って、来てる。対応できなかった。毒ガエル。こいつらも一人一冊だな。地獄のハサミ。あと3つしかない。で、何もしない。ミスリルソード空に入る。上がらないか。さすがに。こいつはなんだ、サイみたいなやつだな。で、宝箱があるので一応トラップ解除はしつつ、エリクサー。よしって言ってもそこまで高くないからね、エリクサー。しかもエリクサーよりコテージの方がいい。こっちチェンジさせよう。あ、サンダーバードとか。だって手榴弾で粘土人、ライトサーベルでドラゴン、ブリザードでコガネムシ。サンダーにサンダー効かねえか。ブリザードでサンダーバードだな。で、サンダーでコガネムシ。
痛い、やばい、サンダーバードのサンダーはきつい。でも倒した。け手榴弾も若干弱い。ただ粘土陣弱いね。打撃系打撃って、麻痺絡みつきとか耐えられるから何とでもなる。ミスリルがそろそろなくなってきたから、使い切ったら新しいのやるか。ここで使い切っちゃおう。よし、ヒットポイント。なんかあったよね。ミスリルソード普通に持ってるわ。オリハルコンの槍、結局攻撃力変わんないからね。雷神の剣でも使っても、体験槍、雷神の剣でしょ。でちょっとケアルで回復させますか。ほいほいほい、ガラクタはいいや、大して回復しねえし。どうせこれ粘土陣だな多分。じゃあここトラップ解除、ガチャ。ん、なんだこれは。閃光弾、まあ、暗闇とかにできそうだけど、攻撃力がどれだけあるか。あ、これか。敵グループ500、あれ強くね。手榴弾より強くね。手榴弾350でしょ。兵器攻撃500、これにしよう。やったぜ。トラップ解除は多分いいのが入ってそうだね。ちょ、こっちの宝を取ってねえや。ここは大丈夫。巨人のカルト、まあ、ちょっと今更感はある。 OK、 こっち連れてこよう。あれ、チェーンしなかった、マジか。閃光弾の力見せてやる。で地獄のハサミも使っちゃおう。お、いいね、強え。コガネムシ弱いからね。楽勝。雷神の剣、サンダー、カラーに入る。体験とかのなんか種類とかって関係あんのかな。よし、力上がった。力が上がりやすいとかがあんのかな。けえ、めんどくせえ。あ、気づかれなかった。何だったんだ。で、下水道連絡口とかいうところに出てきたぞ。これだけか。ここはゴミ捨て場、立ち入り禁止だ。あ、ここだったんだ。こんなとこに通じてたんだ。まあ、ビーナスには合わなくていいっしょ。どうだ、秘宝ゲットしましたよ。あれ、なんか、あ、なんだ、ヤドカリか。なんだこいつとか思ったら、ヴィーナス様の命令でユリウスと結婚しなければならない。キャー、うわ、死んだ。これはでかいぞ。普通にマグマが流れてんだけど大丈夫。アントニーのことが好きならここから逃げればいい。でもヴィーナス様には逆らえない。外の世界は怖い。俺がオリビアと結婚するんだ。変わらんな。じゃあそんなわけで、新しい火山洞窟みたいなところが出現しましたので、次回はそこからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。